いいですか、私も一人、あのニュース見てて、二度と再び戦争の惨禍のないように祈ってみたいなことを安倍首相がね、はいはい、あのコメントしてましたけど、でもね、その集団的自衛権を今、ね、目指そうとしていて、うん、まあ、本丸の憲法9条改正を、ね、しようとしている安倍首相がそのことを言う、なんかこう空疎な言葉というか、なんかそこ の, こうあの自分自身の中でその矛盾とかね、そこについてはどうなんだろうなっていう、それはですね、おそらくですね、これすごい言いますと、今そういう割と右寄りな、あのレッテル貼るつもりはないですけど、どっちかというと右と左って言いますとね、実は右の方の方が論理的なんですよ、そうなんです。というのはね、我々ので、あの終戦の日特集やったんですけど、その時ですね、右の人と左の方で演説会やったんですよ、ところがね、論理性だけ言うとですよ、論理性だけで言うと右の人の方がね、論理的なんです、実は。で、今はね、なんでリベラル、共産党はリベラルかどうか分かりませんけど、いわゆるリベラルの人たちの説得力が全くないんです。それは論理的じゃないんです。で、それはあの例えば家族はね、自分の家族が、例えば人を死ぬ時っていうのは、戦争に行こうが行く前が死ぬんですよ、侵略されたら、で、その時どうするかって命題に対して、リベラルの人がきちっと答えられるかどうかという話なんですね、ということもあるんです。なるほど、今日の、なるほどね、あのいろんなテーマの中でまたちょっとそこにも絡んだお話ができればいいなと思いますが、じゃあそろそろ今日の特集に移ってもよろしいでしょうか。はい、今日